どうも、菅野智之といいます。よろしくお願いします。先週と先々週サンマの工場委員会に出たんですけど、見た方、ね、ありがとうございます、ね、ということでね、一応ね、どんな感じかなと思って、はい、聞いたんですけども、それではネタに行きますということで、まあ、野球ね、知らない人もいると思うんですけども、知らない人も分かるように五七五というね、川柳がありますので、そちらでね、野球知らない人にも分かるようなネタをね、今日はやりたいと思います。いきます。ユニフォーム着て分かった。さあ、なんでしょう、これ似てないかな。ユニフォーム着ては似てないかな。生乾きでしたね。ユニフォームで来てね、生臭い時あるんですよね。まあね、これね、臭い時は、ね、本当に嫌ですけどもね。どんどん行きましょうね。洋服もありますもんね、生乾き。それでは、キャッチャーは視野とともに、なんだろうこれ、視野とともにあれかな、バットが大事とか、なんだろう、つけすぎた。小銭がいる、小銭でしたね、これ。ユーキャッチャーだから、これ。キャッチャーって、ユーキャッチャーのことは小銭がいるってね。ユーキャッチャーのことですよ、これね。わかります？行きましょう、どんどん。さあ、これちょっと待ってね、流行語大賞ね、30発表されて、大谷さんのね、憧れのやめましょうっていうの出たと思うんですけども、ね、野球関係、あとね、ペッパーミル、誰でしたっけ、あの人、ヌートバーと、あとはあれがね、あれっていう、ね、阪神の優勝した監督、岡田監督が言ったあれを出てたんですけども、今回は大谷さんに憧れるなと言われ、なんだこれ、憧れるなと言われ泣いたようだよね。そういう意味で大谷さん言ったんじゃないからね、怒ってたわけじゃないですよ、大谷さんはね。憧れ、相手は憧れないで戦っていきましょうっていうことで言ったんだから、ね、怖かったのかな、大谷さんの言葉がね。泣いちゃいましたけどもね。さあ、次は、大谷さんに憧れるなと言われ、折れたよね、折れちゃいましたね。やっぱね、イケメンですからね、大谷選手。ね、かっこいいですよ。ね、違うから、折れたらダメなの、これ。折れるとかじゃないから。まあ、折れた人もいますよ、あの言葉聞いてね。女性とか、人気すごいですから。そして、最後。大谷さんに、憧れるなと言われ、野球やめた、ね、野球やめちゃいました、ね、怖くてやめちゃいましたね、大谷さんに。憧れるなよ、憧れるなよって、そういう意味で言ったんじゃないですからね。いやね、意味わかります。ということでね、最後にね、僕ちょっと YouTube やってるんですけども、伸びないので、ここで皆さんに、名刺を配って、ね、これでね、チャンネル登録増えますように、お願いします。はい、お願いします。先月も配ったんですけど、もらった方がいたらね、すいません、ね。お願いします。はい、お願いします。今日も届いてです。お願いします。ね、お願いします、ね。はい、お願いします。はい、お願いします。これで、10人は増えたかな。まあ、606人なんですけど、616か。でもね、これ配ると1人減るんですよ。
知、最後ね、ちょっと告知やって終わりたいなと思うんですけど、7日の火曜日に、まあ、お世話になってる、さっきも言った、花輪さんの YouTube のチャンネルの、生配信で、地下芸人ラジオっていうのに、僕出るので、よかったら聞いてください。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。